早弁です。今日は秋田県の男鹿市に来ております。こちら宇野崎海岸ですね。こういうふうにね、わかるかな、すごい浅い浅瀬が続いているところなんですね。で、夕方になるとね、ここは鏡のようにね、夕日を映して日本のウニウコだとかもね、言われておりますけどね。ちょっと今日来てみました。ここで背を渡ってね、ちょっと大きなものが出てみようかと思います。景色を見ながらね、こんな感じですね。こう浅瀬がずっと続いてる感じですね。さてと、ヘッドバートにしてね、ちょっとこの磯場を歩いてるところをね、そのままちょっと撮ってみようかなと思ってますね。まあ足場はね、結構悪くないですね。磯でもこういうそんな歩きにくくない程度のね、ちょっと平地に少しアクセントがついてる程度の、磯場ですね。ぐらいのタイミングなんでね、天候もすごいいいですね。今日多分夕方までいたらね、夕暮れがすげえ綺麗なんだろうなと思いながらも、多分その時間まではいないだろうなと思ってね、いるんですけれども。おお、風が涼しい。なんでね、すげえ海水もぬるい感じですね。温水プールみたいなそんな感じ。いやー綺麗だね。綺麗だね、うん、あいい天気だ。結構映像が浅いな、本当にね。ちょっとどこかしらから深くなるんだろうなと思ってたんだけど、そこまでそこまで深くはなりませんな。まあ、ちょっとこの後もね、背を渡っていこうと思います。いやー、いい景色。この辺りがまあまだちょっとね、行けるっちゃ行けるんだけれども、ちょっとね、滑ってこけたりするとややこしいし、車のね、キーが濡れちゃうとよろしくないので、ここまでにしようかな。もうすぐ先にちょっとね、さらに岩場があって、緑とかが止まっててね、うん、結構魚とかも寄ってんじゃないかなと思うんですけどね。うん、いい景色。さて、景色ついでに一応ね、この浅場にチヌとか寄ってないかなってことで、一応タックルも持ってきたんです。チヌポップトップチヌングというやつですね。それをちょっとやってみようかな。だけど結構水草が多いからどうだろうね、水草の合間を縫ったようなところでできるかどうかと思っております。ちょっとそっちの方から投げてみようか、水草が少ないところ。
りは少ししてみましたが釣れませんでした。やっぱチームはちょっとね、渡せるのか釣ってるかどうか分かんなかったですね。腕がなかったのか分かりませんが、ですけどね、結構ねこの景色で癒されてのんびり過ごせましたね。よかったです。夕方までいましたのでちょっとだけ紫の色目も変わってきますね。ということですね、宇野崎海岸、楽しんできました。またね、冬の澄んだ空気の中だったりね、太陽の沈む位置によってはね、この、風景っていうのもかなり変わるのかなって気がしますね。ということで阿部でした。ご視聴ありがとうございました。ヘバラ。